里崎チャンネル。こんにちは。さて、佐藤さんもプロ野球に入って、最初2軍の生活って結構あったわけですよね。めっちゃあったっす。そうですよね。すんなり1軍にスッていったわけじゃないと。やっぱ2軍の時ってどんなことを思ってるのかな、考えてるのかなっていう。一番考えてること言っていいですか？はい。100敗しろ毎日負けろ一軍に対して勝ってもいいけど、はい、同じポジションのやつは常にノーヒットみたいな。まあそうなりますよね。あとキャッチャーとかだと、はい、勝ってもいいけど10対9ぐらいで勝てみたいな僕めっちゃ点取られたらなんか勝てみたいなそれ勝ってもいいけど点はめっちゃ取られるみたいな。ピッチャーとかもそうだと思うんですよ。打たれろっつって。リリーフとかでも、そうか、まあでも自分のポジション欲しいですもんね。だってその人らが頑張ったら自分らいけないじゃないですか。そうですね。だって2軍の選手っていうのはどんなに良くても降りてくる人がいないと上がれないんですよ。はい。多くの人はいいんですよ。2軍ってあんなに頑張ってるからあの人上げればいいやとかよく言うじゃないですか。あんだけ打ってるのに。違う違う。下げる人がいるから上がれるんですよ。上がる人がいるから下げるんじゃないんですよ。まず決めるのは上がる人じゃなくて下げる人を決めなきゃいけないんですよ。はい、今の1軍の戦力でレギュラー途中から出ていく人、ピッチングスタッフ考えた時に外せないね、じゃあこのまま、なるんですよ。はい、その調子悪いなとか外そうかって言った時に誰か外すことを決めます。誰上げるんなんですよ。そうですね。上げたい人がいるからじゃなくて下げる人がいないと。そう、下げる人がいないと上がれないんですよ、どんなに頑張っても。はい、だからやっぱり下げる人を出てきてくれなきゃ困るから負けろって思うそうですよね。これは若手バージョン。若手バージョン。そっか。レギュラークラスでも今の若手プラス補欠が考えることですね。はい。でもレギュラークラスでも怪我して2軍行く時とかあるじゃないですか。その時に思うことあるんですよ。でももう普通に治れば、怪我が治ればいつも1軍にいる人っていう感じですね。そう。でもそういう人たちが思うことを言ってあげましょうか。はい。俺が上がるときは連敗中でも若手と結構似てますね。全部負けるとは思わないですよ。はい、連敗中に上がりたいみたいな。復帰する時期連敗しててみたいな。確かに自分が上がってきて連敗始まったりとかすると、いやだから連勝中で1軍に帰るのってめっちゃプレッシャーあるんですよ。自分のせいで流れ変わんないかなと。でチームの状態がいいってことは、レギュラーだったとしてもね、はい、必要ないんちゃうかって思うじゃないですか。だっていなくても勝ってるんですから。そうですね。そこにですよ、入っていって、いきなり負け出すって、プレッシャーにしかなんないじゃないですか。はい、僕も怪我したりして1軍に帰る時の一番の苦痛は、連勝中に帰る時で、スタメンいきなりめっちゃプレッシャーあるっす。そうですね。負けたらファンの人も思うわけじゃないですか。帰ってこなくてもよかったんちゃうみたいな。キャッチャーあっちの方がいいんじゃないかな。しかもキャッチャーなんて特に勝敗に直結してくるじゃないですか。野手とかだとそんな言うほど直結しないじゃないですか。バッテリーはもろ直結するんで。しかもピッチャーは1回投げたら1週間後でしょ。キャッチャー毎日でしょ。で連勝中でしょ。変えるでしょ。負けるでしょ。しかも大敗とかしたらもうやばいですから。なんかそうしたらもうやっぱりこの人のリードがどうとか言い出す。言うでしょ。2番手とか3番手のやつでよかったんちゃうみたいな。はい。あっちの方がいいリードするんじゃないかみたいな。逆にいいんちゃうみたいな。帰ってこなくてもよかったんちゃうみたいななってくるときにちょっとざわつくじゃないですか。はい。だからめっちゃで逆に連敗してたらめっちゃ行きやすいですよ。ね？俺の力いるでしょみたいな。そうでもしそれで負けたとしても別に連敗中だから僕一人の負けでもないしそこまで負担ないじゃないですか。勝ったらねやっぱり佐々木帰ってきたからやっていうのが必要以上に盛り上がるじゃないですか。だからもう連敗しててほしいんですよ。だから最近で言うとヤクルトの中村選手が怪我してて最近1軍に先週かぐらいには帰ってきたんですけどヤクルトって今すごい最初良かったですけど今落ちてきてるじゃないですか。すっごい来やすかったと思うんですよ。だってマイナスがないですもんね。ない。自分に損がないというか。ここで負けたとしても別に中村のせいだけにならないし、勝ったらやっぱり中村いなきゃなるわけです。必要だって。すっごい来やすい。いやそうですね。今ざわついてんの巨人の小林です。いや巨人の小林が26日に左尺骨の骨折から故障後初めて守備について、はい、スタメンで2軍の試合に出たらしいですよね、はい、2ヶ月ぶりに実戦復帰で。うん、ってなってくると、ここから、はい、いきますよね、うん、怪我が治ってきて、はい、はい、万全できる体になりました、うん、まず、一軍呼ばれるかどうかっていう。はい、その今、巨人1位じゃないですか。調子がいいから。めっちゃ。で、キャッチャー、大城、住谷で、結果としてうまく回ってるじゃないですか。しかも、菅野が斎藤雅樹さんの記録を抜く、開幕9連勝、もう菅野、大城で結果残してるじゃないですか。すっごいざわつきますよ。まず、ざわつくのが、どんどん、あれ居場所、あれ俺は小林がレギュラーと思ってたから、レギュラーなのに、あれ居場所がない。戻る場所がない。いなくても勝ってる。万全でも必要とされてるの。仮に呼ばれた時出るじゃん。超プレッシャー。いやーそうですね。でもピッチャーとバッテリーもそのもうコミュニケーションが出来上がっちゃってると、その代わりに入るとかってすごいプレッシャーでしょうね。でこのままいったら多分菅野には小林はつかないと思う。大城で勝ってるから。そうですね。ってなってくると、はい、今、小林の心境はやばいと思うんです。そしたら2軍から一緒にピッチャーと一緒にバッテリーで上がってくるっていうのが、そう、もうそれしかないんですよ、うん、そのパターンでいうと、はい、サンチェスパターンでいくしかないんですけど、失点食らってます。2軍でそうなんだ。だからそうなってくると、先発ローテーションのピッチャー誰か、もうめちゃくちゃ負けて、落ちてこい、それで、そう、それで2軍で一緒に上がっていって、中日のロドリゲス軍司みたいに2軍でずっと組んでたからみたいで1軍で一緒に結果出したら、まあ週1でも出番ができてくるようになるじゃないですか。居場所がちょっとできて、そこで結果を残していけば、まあ最低限またチャンスを掴んで伸びていく可能性あるんですけど、今は中村はすっごいスムーズ。あれもしでも逆に前半の調子いい時だったらすごい行きづらいですね。ヤクルトが2位で巨人と2冠しててっていう時に中村復帰ってなると中村ざわつきますよね。そうですね。あれみたいな、危ない、大丈夫かなみたいな、で勝てなかったらえみたいな、で小川西田組んでノーヒットノーランチョ、あれ俺みたいな、中村と組んでダメだったら西田の方がいいんちゃうかとかなるじゃないですか。そうですね。これ今小林やばいっす。もう僕はどっちの経験もあるんですよ。連敗中行ってスムーズにいって、おーっていう時もあるし、連勝中行って、すっごい緊張感の中、やらなきゃいけなかったこともあるし。その緊張感の時は大丈夫だったんですか？勝ち負け？勝ち負けは。勝ち負けは分かんないですけど、それって僕一人の、僕が3本ホームラン打っても負けるじゃないですか。確かにチームの問題ですもんね。雰囲気の問題。そう、だからこれって、キャッチャー一人の問題じゃないんですけど、新しく来た人って、その一人のせいにされがちなんですよ。はい、そうですね。誰が来たからなんか調子悪いなとか、誰が来てから調子がいいなって、周りがなりますもんね。でも負けてる時に来るのは救世主。はい。勝ってる時に来るのは死神になるからってあるんですよ。可能性確かに。うわー怖い。流れが変わったみたいな。お前が来てから勝てなくなったなとかって、冗談半分とかでも言い合ったりするじゃないですか。はい。それが何気に冗談に聞こえなくなってくるんですよ。結構ぐさっとくるわけですね。だって優勝してるチームとかって2軍の選手は全然優勝嬉しくないって言いますもんね。それでも1ミリも嬉しくないですよ。そうですよね。だって関係ない。最下位の方が嬉しいんですから。まあそうですか。そこまでいきますか。だってその方がチャンスあるじゃないですか。確かに。今最下位ってことは選手がヘボで結果出してないんでしょ。そしたらチャンスあるわけじゃないですか。優勝したらチャンスないわけじゃないですか。優勝するチームにね。そうなったらなかなかね、出番っていうのが増えてこないですよね。そうですね。2軍の選手とかどうなんでしょうね。動画とか見てるんですかね。見てないでしょ。もう筋トレとかしてるんですかね。だって聞いた話ですけど、2005年のプレーオフであの時、僕がマハラから打った時に初球だったんですけど、その2軍のベテランの人と若手の人で見てたらしいんですよ、中継を。フェニックスリーグで宮崎で。で、勝てとは思ってないです絶対ね。ってなった時にそのベテランの人と仲いいから話したときに、あれもう絶対打つと思ったって。で、もう初球的場がインコース構えたときに、あかんって全員で言ったって。打つ前に、あかんって打って、ほら言ったよサツさんにそうか、あかんってで、みんなで言ったっていう。それはもう応援してくれてないじゃん。そうですね。応援してない。でもそれは当たり前だから、俺はそれを聞いても何とも思わないわけ。いやそうです、だってみんな自分が上に行きたいわけですもんねっていう、テレビの前で全員が構えた瞬間「あー！」って言ったらしい。ほらー！っつって「ああ」みたいな、そうそうそうってなるっていうね、っていう、そんなもんですもん。そうですよね。いやアナウンサーの世界も意外とそうです。そりゃそうでしょ、だって出番がないとね。そうです、みんな私の場合は局アナ5年しかやってないですけど、レギュラーを持ってるわけじゃないですか。で必ずアナウンサーって1週間夏休みいただくんですよ。夏休みで抜けた時って絶対、まあ、大抵後輩がピンチヒットをやるんですよ。そこであれ袴田よりいいなってなっちゃったら、もう来年わかんないですよね。視聴率高かったりね、その週だけ視聴率高かったりとか、あと今だって SNS あるから SNS の反響がトレンドとか、そのアナウンサー乗っちゃったりとかしたらね。いや私あんまり普段自分のエゴサーチする人がいるじゃないですか。あんまりエゴサとか視聴率とか気にしないんですけど、ピンチヒッターの時の現場すっごい気にしちゃいますよね。そりゃそうですもんね。先週視聴率何パーだったんだろう、私がやってた週よりあ高いとか、あお意外とああいうことみたいな、それは気になるもんね。勝負だからね。はいそうです。結局は何がきっかけでね、自分のポジション奪われちゃうかも分かんないし、自分保ちたいしっていう。だってチームもそうだし局もそうだけど、別に誰が出ても結果が良かったらそれでいいわけじゃん。誰でもいいんだから出ると、その中でやんなきゃいけないから。いや今ね、だから今注目してるのは小林の帰ってきた時の緊張感だね。どういうプレーをするのか、その中でね勝っていったら、まあ最後は自分の力だからね。まあそういったところを注目しながら、まあ2軍の選手もいろいろ難しいんですよ、心境がね。大変ですね。